戦後の作道の推微に苦心するも、研鑽に努め、彫刻で学んだ独自の造形を活かした作風を受立された、14代落吉左衛門、角入。彫刻を学ばれた作者らしい、胴部の躍動感あふれるヘラメと、それを静かに受け止めている、落ち着いた広大の期待に、赤と暗緑色の洋変が、 見事に調和しており、まさしく、銅の赤くと呼ぶにふさわしい茶碗です。昭和34年に高松宮秘殿家から配慮した印象を、自明の歓喜の上に大夏されているのも定石通りです。